初心者に負けるのだ。人のせいにしないで。あんたもうちに負けたでしょ。まさかまた。いや、そんなはずがあるか。先週の小さな生クラごときにカンパニーの無敵メカが負けるわけがない。 きっとインチキをしたんだろう。この勝負は無効だ。再戦を要求する。何回も何回も小さな生クラって。本当に勝敗を決めるのは武器なんかじゃなくて使い手なの？そう、約束は守ってね。どうせ前にもやったことだ。約束通り謝ってやる。不夜行の若女に謝罪する。私はわざと因縁をつけて問題を起こした。悪いのは全て私だ。そうだよ、豚の鳴き真似は？そうだそうだ。ちょっと待って、録画するから。この瞬間はまさにあの時と同じ。豚の鳴き真似をする前に一つ言うことがある。カンパニーのメカを欲しがるのは豚くらいしかいません。うまー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